えのきさん、ゲストの小松さん、内山さん、こんにちは。こんにちは。お三方に質問なのですが、うん、呪術廻戦の登場人物の中で実際に先輩にするなら誰がいいですか？うん、私は野原ちゃんみたいに真希さんと仲良くなって可愛がってもらいたいです。うん、実際にこう、うん、呪術の人物の中で先輩にするなら、うん、キャラクターで誰が、なんかさ、呪術廻戦ってどのキャラクターも一癖も二癖もあって、まあ、いや、なんか選ばないみたいな選択肢選びたいんだけど選んでよ、選んで、喋りながらね、誰が誰が一番まとも。そうそうそうだよね、先輩ってことも。でも大丈夫、内山くんも癖あるから。いやいや、俺は有名な人物じゃないじゃんだってさ、誰がいい、なんか優しい人がいいのかな、女性がいい。でもなんか引っ張ってくれる人がいいんじゃない。じゃあ釘崎さん。やっぱりやっぱりだよね、わかる。やっぱり、あ、わかるんだ。わかる、私も野原すごい好きだから、ね、いいキャラクターだよね。なんかこうちゃんと自分を持ってて、人にビシッとさ自分の意思を言えるってすごいさ、信念持ってないとできないじゃない、まあね、私なんかもう 何一つ自信がないから、人に教えられることがゼロなわけ。いや、何おっしゃいますか返しですよそう、だからあんだけビシッと自分のことを言えるっていいなって。一本筋が通った感じね。そう、じゃあ僕もそういうのが、いや、じゃあじゃないじゃない野原先輩、野原先輩、野原はっきりしてて引っ張っててくれ。東京観光みんなでしたいな。あ、したいね。あ、それ、ね、お茶目なところもあるしね。楽しそうですね。銀座でシースシース。なんで銀座でシース。ちょいちょい言葉面白いよね。ねああいう六本木がどうのとか。ちょっと古い感じ。ちょい前のね。六本みたいなのね。そうね。野原は人気だったりとかね。うん、え、野口は？僕ですか？はい。僕も女性なら別に誰でもいいかな。女性なら誰でもいい。嫌な人。嫌だー。いや、僕ね、男性怖いんですよ。わかります？男性が怖い？男性なんか、うん、男性ってなんかほら。うん、東堂さんとの関係でやっぱり怖いじゃないですか、うん、あまりにもなんかオラオラ系でグイグイ来ちゃうから、じゃあ犬巻さんにしときます。ああ。